サンタキアラの楽園、実況プレイ始めていきたいと思います。やってこ。とある時代、とある場所、そこには一つの村がありました。その村はとある病で苦しんでいました。リンソンからもたらされた忌まわしい病です。そこに一人の医者が現れました。親切な医者はこう言いました。俺っちがみんなの病を治してみせるっす。ピアスつけてるな。そう言い放つと、その青年はすぐに旅立ちました。病の元凶である隣の村へ。楽園と歌われるその村へ。どんな病気なんだ。どうしてこの村でも病は。あの村のせいだ。あの村は林村でしか、あの、なんとか、あの、なんですか、なんですか。一度使ったら二度と戻りやしないとかかな。だからあの村は楽園なんだ。楽園と呼ばれるゆえんがあるんだね。サンタキアラの楽園。着いた着いた。モルテ、疲れてないっすか？モルテ。モルテ。モルテ。ならよかった。俺っちたちの目的は、この村の病の治療薬を見つけること。噂の薬草を見つけて、それから治療薬を作るっす。その薬草はこの村の周辺でしか取れないはずだから、それを探すっすよ。さて、この寒さだし、村で一泊したいけど。いや、やめておこう。ここは病に蝕まれた村。村に滞在して病をもらったら、治療どころじゃないし。いいっすか、モルテ。この周辺のものは絶対に口にしちゃダメっすよ。自分の健康は自分で守るっす。さあ、行くっすよ。薬草を探しに。手遅れになってなきゃいいんですけど。始まるか。始まるな。ステータスセーブ。持ち物。特になし。リベルタ医師。モルテと一緒に旅をしてる。よ、モルテ。モルテ、薬草見つけたか？気長にやるっすよ。モルテ喋んないね。モルテ、俺先行くね。あ、うろちょろしてる。あ、なんだここは。お墓？こんなところに随分ボロボロっすね。うー、寒いし眠くなってきた。いやいや、寝ちゃダメっす。こんな寒いとこで寝たらシャレにならない。あー、寝ちゃった。なんか理由があんのか、寝るのに。うーん、今日もいい天気。ママ、大変こんなとこで寝てる人がいる。まあ、すっかり冷えちゃってかわいそうに。私の薬草を分けてあげますね。お湯に溶かして。え、季節が巡ってそうに見えるけど。きゃ、起きた。やば、寝ちゃってた。あなたが助けてくれたんですか？そうよ、ぐっすり眠っていたの。お外が暖かいとはいえ、風邪をひいてしまいますよ。でも起きてくれてよかった。私と娘だと村まで運べなかったから。娘？ええ、私はキアラ。この子は娘のシーラ。よろしくね。サンタキアラの楽園ってタイトルだけど。よろしくね。キアラさんにシーラちゃん。あなたの前は村では見ない人ね。俺っちはリベルタ。仲間のモルテと一緒に治療薬を探しに来たっす。治療薬？隣の村に病が広まって。何の病？それはこの村には病なんてないから、役に立てるかわからないけど。でも薬師ならいますよ。彼なら何か知ってるかも。本当っすか？紹介してほしいっす。いいですよ。ついてきてください。闇が深そう。あ、なんだ。そしてようこそ楽園へ。あ、もう逃げられないのか。一度踏み入れてしまったらもう二度と出られないのかな。うろちょろしてる。え、俺サンタ、キアラ。キアラ35歳なんだ。美しいな。35歳。優しいお母さん、家族が大好き。シーラ15歳。元気な女の子。母が作ってくれた人形をいつも大切に持ってる。え、ちょっと一回おしまいにして、これ右側行ってたらどうなってたのかだけ。うわ、草、こっちには行きたくね。あ、行けないんだ。オッケーオッケー。じゃあ、いいわ。臭いんだ。死体とかがめっちゃ置いてあったとかなのかな。よ、何にそんなうろちょろしてんの。キアラさんについていくっすよ。案内よろしくお願いします。行こうか。だいぶ季節が巡ってるな。え、こっち側は？あ、行ける。どっちに行けばいいんだ。でもこっちではないんだよね。だってこっちから来たもんな、リベルタたちが。村へ行きましょう。あ、じゃあこっちが村だったのか、もともと。よう。匂いが。いや、なんでもないっす。あ、匂いは匂いなんだ。鍵がかかっています。匂いはしてんだ。
こっちか。村だ。赤ちゃんがいる。着いたよ。ここが私たちの村です。素敵なところでしょ。すごく個性的な村っすね。リベルタ君、好きなお花ある？花冠作ってあげるよ。やっと赤色がいい。まあシエラったら久々のお客さんに喜んじゃって。それでなんですけど、キアラさん、例の訳詞って。キアラ、あら、ムームー君、ちょうどいいところに。リベルタ君、この子がさっき言ってた訳詞の子ですよ。あなたはよそ者だな。早く帰るといい。あ、お前、あれ、最初一緒にいた子か。なんてこと言うんすか。俺っち傷ついちゃう。あれなのかな、本当になんかこの村へ長居したらもうダメみたいなことなのかな。そうですよ、せっかくのお客様なんですから。リベルタ君はね、治療薬を探してるんだって。隣の村で病が流行っているんですって。それでね、リベルタ君が探している治療薬というのに心当たりはないかしら。治療薬ね。え、もう洗脳とかされてんのかな。言っちゃった。ごめんなさいね、今日は忙しいみたい。リベルタ君、よかったら私のお家においでよ。あら、それはいいアイデアね。どうかしら、リベルタ君。え、私たちの家にいらっしゃいな。村の名物をご馳走しますよ。ありがたいっすけど、今回は遠慮するっす。連れ、モルテを待たせてるんで。そう、あら、そう、残念ね。それじゃまた来るっす。またね。あー、なんか怪しいね。さて、少し村を散歩してから家に戻りましょうか。みんなに挨拶してこよう。結構この制作者の方のゲームを何作かやっているんですが、まあ、どれも大体残酷なことが起こるので、多分今回も残酷なことが起こります。きっと、きっとね。寝てる。ノエミの弟はいつも寝てるの。お寝坊さんなんだから。そうなんだ。服は乱雑に収納されてる。可愛らしくラッピングされたプレゼントが隠されてる。あ、キアラさん、こんにちは。ノエミちゃん、やっほー。こんにちは、のえみちゃん。何をしてるのですか？誕生日パーティーの準備。今度弟の誕生日だからね。ぜひ遊びに来てね。青色の花をつけてたな。花がどうのこうのって言ってたから、花がなんか関係。弟の好物は木の実のケーキ。大きいの作っちゃおう。な、ほどほどにね。木の実のケーキか。食べたことないな。ここは？こいつらは？アンジェリカの雑貨屋。商品はその日の気分次第。子供売ってたりしねえよな。おいおい、子供売ってたりしねえよな、アンジェリカ。あら、今日も来たのね。こんにちは、アンジェリカさん。今日は何を売ってるのですか？今日はね、靴とか布の切れ端とか何か買ってく？今日はやめておきます。どうしたの？私の赤ちゃん。いい子いい子。ミルクですか？おねんねですか？邪魔しちゃ悪いし、そろそろ行こっか。そうですね、アンジェリカさん、また来ますね。はいはい、また来てね。あ、子供売ってるわけではないのか、よかった。村の名物の薬草も売りたいんだけどね。美味しいし健康にいいし。でもあれは薬師のムームの管轄だから、勝手に売ったら怒られちゃうの。あ、そうなんだ。ムームが割と幅利かせてんの。イーボー君、こんにちは。あら、ディーナちゃんは？妹は今日もかくれんぼ。まったく毎日よく飽きないな。大好きなお兄さんに探してほしいのでしょうね、きっと。そうかな。仲良しなの？そろそろディーナを探しに行こうかな。見つけてあげないとあいつ怒るから。そっか、仲良しか。あ、上にも、なんか。どうしたお前ら。あいたたた、今日も足が痛むわ。アウロラの母。娘にはいつも迷惑かけてしまって、少しは母親らしいことをしたいのだけれど。ああ、それにしてもお腹が空いたわ。アウロラちゃんだ。今日もお仕事してるのに、偉いですね。母さんは働けないから私は頑張る。そうだ、この前狩りを手伝ってくれてありがとう。これあげる。お肉を手に入れた。何のお肉だろう。わあ、美味しそう。ありがとう。でもいいのですか？アウロラちゃんもお腹は空いてるでしょ。いつもお母さんに自分のご飯もあげてるから。私は大丈夫。そうですか。何か手伝えることがあれば言ってくださいな。また遊ぼうね。ちょっと不穏だな。最近あまりお肉取れない。狩りの時間を増やそうかな。でもお前、傷だらけだよ。いいの？そんな。まあ、言ってる場合じゃないのか。ここが私たちの家かな？あ、違った。誰？
誰だお前。おかえり、キアラ・シーラ。ただいま、ジッロ。ただいま、パパ。遅かったね。何かあったのかい？お客さんが来たの。リベルタ、くんって子。隣の村に病が広まっていてね。その治療薬を探しに来たんだって。それは怖いね。それに比べてこの村は平和ですね。飢饉にも疫病にも怯えることなく、毎日を過ごせるのですから。そうだね。それよりほら、ご飯できてるよ。わあ、いただきます。ムーム君からもらった薬草、まだたくさんあるからいっぱい食べてね。あら、嬉しい。この薬草さえあれば健康でいられるもの。ああ、この薬草がやばいのか。いつかリベレタ君にも食べさせてあげたいね。そうね、明日にでもお裾分けしてあげましょうか。いいね。ああ、じゃあ幻覚を見てんのかな、すべて。この薬草を食ってる奴らは幻覚を見てて、周りが本当に痩せ細ったりした人ばかりで、村もこんなに綺麗じゃないんだ。多分匂いがどうのこうのって言ってるし。そして視点がさ、お母さんになったのも、このお母さんたち薬草を食ってるから、お母さんたち視点で見えてるってことなのか。個性的な、なんか個性的な村ですね、みたいなことを言ってたのも、リベルタ君には違うように見えてんのか。うへ、明日も素敵な一日になりそう。なるといいけど。違う風に見えてんのか。あ。へえ、強烈な一日だったっす。と、噂の村行ってきたっすよ。あ、モルテ、いたんだ。よかった、生きてんだ。大丈夫、この通り元気っす。ただやっぱり、あの村は病に蝕まれている。間違いなく。林村で広まった病の元凶はこの村で間違いないっすね。早くあの薬草を探さないと。明日また村に行ってくるっす。村の薬師のムームって人と、もっと話したいし。モルテ。モルテは心配性っすね。俺っちに任せろって。いや、リベルトお前死ぬじゃん。あれが隣の村まで広がっているのか。じゃあ、お前モルテじゃねえんだ。てっきりモルテかと思ったわ。時代は流れたのかと思った。ま、来て。起きて、ママ。うわぁ、死んでる。あー、パパが死んで娘は、人形なのか。ママ、やっと起きた。もうお昼、お日様昇ってるよ。早くリベルタ君に会いに行こう。あらあら、もうそんな時間なのね。え、てか、この村にはもしかしてキアラとさ、ムームしかいないのか。シーラはリベルタ君に夢中なんだね。焼かないの。ほら、ジッロは家で休んでくださいな。あなた体が弱いんですから。じゃあ、お言葉に甘えて気をつけていくんだよ。はーい。薬が切れてきてんのか、それともそれに気づいているけど見ないふりをしてるのか、あなたは。服が綺麗に収納されています。行ってらっしゃい、早く帰っておいで。パパは寂しがり屋だね。丁寧に整えられたベッドがあります。物が几帳面に収納されています。娘もいないのか。キアラさん。あ。ノエミちゃん、どうしました？この前拾った木の実がね、ネズミに食べられちゃったの。今度の弟の誕生日に好物の木の実のケーキ作ろうと思ってて、たくさん集めておいたのに。あらあら、それは大変。私たちも木の実を集めましょう。ね、リベルタ君にも手伝ってもらわない？それはいいですね。近くにいるのかしら。探しに行きましょう。そっか。なんか嫌な感じになってきたな。弟の誕生日まであと少ししかないのにどうしよう。まあ任せとけ。木の実探せばいいんだろ。こんにちは。今日は遅かったわね。じゃあ、アウロラちゃんからお肉をもらったってのも、死んでるアウロラちゃんの肉を剥ぎ取ったみたいな意味なのか。それにしてもお腹空いたな。今日こそ獲物を狩りたいな。娘の目はね、狩りの時に獣にやられちまったのさ。嫁入り前なのに辛いことだよ。娘の目をどうしたかって、もったいないから食べたよ。食べたんだ。ところで食べ物を持っていないかい。お腹が空いちゃってね。肉もらったぞ。大丈夫か、この村。こんにちは。今日もいい天気だな。妹はどうした、お前。あ、こいつか。こんにちは。今日はかくれんぼしないのかって、これからするの。お前がディーナちゃんか。そっかそっか。赤ちゃんがいる。あら、おはよう。いや、こんにちは。お寝坊さんね。疲れてるのかしら。そういう時は薬草をたくさん食べるといいわよ。健康になれるから。薬草は健康になれねえんだな、本当は。お前、どうして寝てんだ。
気持ちよさそうに眠っていますね。ゲホゲホ言ってたぞ。こいつは薬を飲んでないのか。薬草、こっちは。いや、不穏だ。例の薬草見つからないっすね。そこで何してるの？あ、ムーム。君は？ムームっすよ。村の薬師の。人の家の前で騒がしい。え、ここムームのお家なんすか？用がないなら。あるある、めっちゃあるっす。君、この村の病のこと何か知らないっすか？もし治療薬があるなら。ない。こいつがやってんのか。あったとしても今の村人たちがそれを望むかな。え？まあ、今幸せなんだもんな。リベルタ君？見つけた。キアラさん、こんにちは。キアラさんとしか言ってない。その子は、あ、でもキアラさんしかいないのか。リベルタ君のお友達？いやでも、シーラいるな。ってことはやっぱキアラしか見えてないっていうか、キアラしかいないのか、実際は。モルテ、あなたがキアラさん？そうですよ。そしてこの子が娘のシーラ。モルテ君よろしくね。ママ、なんか暗い子だね。そう言わないの。そうだ、リベルタ君、今時間ありますか？え、まあ少しなら。友達のノエミちゃんがね、集めていた木の実をネズミに食べられちゃったの。弟くんの誕生日ケーキを作るために頑張って集めていたのに。だからね、ケーキの材料の木の実を集めるのを手伝ってほしいんです。だ、重要なことはやっぱキアラちゃんが言ってるもんな。キアラさんが。とりあえず木の実を集めればいいんですね。うん、お願い。私はこっちを探すね。シーラ、お待ちなさいな。ごめんなさいね。木の実集めよろしくお願いします。わあ、不穏だな。木の実が落ちてそうだな。木の実は何個集めればいいっすか？そうですね。5個お願いしてもいいですか？任せてくださいっす。まあ、5個は、モルテ17歳、同じ年か僕ら。どっちかに、どこか悲しそう。モルテ。鍵がかかっています。これは？ここに何かあるぞ。何かの骨。ほう、もろく壊れやすい何かの骨。てっきり木の実かと思ったわ。お、見つけた。木の実を手に入れた。随分と小さいけど食べられるのか。まあ、これでいいのか。5個あんのか。1個しかないぞ。こっち側は。探しに行く感じだ。お、木の実か。何かの肉を手に入れました。これ指？いや、なんでもない。やばい世界なんだ。見つけた。木の実を手に入れた。しなびれてる。この辺りの食料を取るのが難しそうだな。なるほどね。だから食料何なんだ。ん？何か踏んだ。木の実を手に入れた。変な色。食べられるよな。食べられねえんだ、この木の実って。これなんだろう。紐？何かの繊維か。どれどれ。髪の毛を手に入れました。一応持っていく？病人の体の一部なら、治療薬を作るのに役立つかも。確かに。いやでも、僕が持つよ。いや、平気っすよ。俺っちは医者だから。治療薬を作るためだから。やばいんだ、ここ。ここの世界。お、これは、木の実を手に入れた。どれどれ少し味見。まずっ。なんかやばいんだな。よくわかんねえけど、お墓。リベルタ、ここ。木の実を手に入れた。ここにもあんだ。お供え物っすかね。持ってっていいのか？そんなの。そんなの持ってっていいのか？この村では何人の人が病で亡くなったんだろう。病じゃない。何かで、あ、そっか。獣とか言ってんのって、本当は獣じゃないのか？幻覚で人間に見えてるだけで獣じゃなかったりすんのか。木の実結構見つけたぞ。今何個だろう。5個。ちょうど5個あるわ。じゃあ、渡すんだな。こっちには行きたくないっすって言ってるな。キアラさん、木の実集めたっすよ。すごいすごい、こんなにたくさん。まあ、これでノエミちゃんも喜びます。ありがとうございます。ママ、ノエミちゃんのところに持ってこ。そうね。では私たちはここで。まったね。やべえんだ。行っちゃった。結局木の実は何に使うんだ。ノエミちゃんもいないのかな。私パート。木の実は5個持ってるし。よ、ああもう母乳が出なくなってきた。でも薬草を食べれば大丈夫ね。この薬草はムームが見つけてくれたもの。この村で唯一たくさん取れる食べ物。今ではすっかり村の名物よ。これがなかったらこの村はとっくに飢饉で滅びてたでしょうね。じゃあ子供ももう生きてないのかな、本当は。怖え。妹を見なかったか？あいつまたかくれんぼしてるみたいだ。いやもうすぐ後ろにいるよ。ふふ、今ね、かくれんぼしてるの。お兄ちゃんには内緒で隠れてなくない？それ。
隠れてる？お腹すいた。でも母さんにご飯あげないと。狩り頑張るね。頑張れよ。私は本当にいい娘を持ったよ。足さえ悪くなければこんなに苦労をかけることもなかったろうに。ああ、お腹がすいたね。ずっとお腹すいてる母さん。娘も食ったのか。お前は大丈夫か？よく寝てるね。寝る子は育つと言いますしね。そっとしておきましょう。いいのか？のえみちゃん、これどうぞ。わあ、木の実だ。こんなにたくさん。みんなで協力して集めたんだよ。ありがとう。これで弟の誕生日に木の実のケーキを作ってあげられる。ぜひ弟の誕生日パーティーに来てね。約束。うん、楽しみにしてるよ。さて、ずっと不気味だな、空気感が。さあ、何が起こんだ。もう帰っていいのか、俺は。それともこっち行くのか。ムームに会いたいんだけど、ムームに。村の外に用はありません。パパは死んでそうだったしな。パパ、ただいま。ただいま、パパ。おかえり、リベルタ君には会えたかい？会えたよ、今日はね、いろいろあったの。リベルタ君のお友達のモルテ君に会えたり、ノエミちゃんの木の実が食べられちゃったり。はいはい、続きは夕飯を食べながらにしましょうね。はーい。ああ、今日も素敵な一日でしたね。かりそめなのか。モルテ、キアラさんを見てどう思った？薬師のムームには会えたけど、あの薬草のこと聞きそびれちゃったの。今。今？そうっすね、今から会いに行くっす。ムームの家は村の入り口付近にあったはず。さあ行くっすよ。今から行くんだ。行こうか。気をつけろよ、モルテ。行こう。村とかはこっちじゃないよ。そうだよな。入れんのか？ムーム、いるか？こんばんは。この村で広まってる薬草のこと知ってるか？きっとそれがこの村の病の原因なんだ。その薬草と病が林村まで広がっていて、俺っちたちはその治療薬を作りたいんだ。薬師のムームなら、この薬草、いや、毒草のこと何か知らないか？困ったな。あの薬草がないと何もできないし、村にいれば村人たちが持っているのかな？それはやめておこう。そうだな。あの村に入るのは危険だよな。不衛生で。他の病気も広まってそうだし。仕方ない。明日また来るか。やっぱ死体がコロコロ転がってたりするのか。村に。なんだ。治療薬ね。治療薬なんてねえんだ。もう遅いんだ。でもこいつは、ムームは村を救うためにやったんだろうな、多分。すまない、キアラ。僕はもう。キアラ。いい歳のキアラ。なんだ。シーラのこと頼んだよ。え、死ぬの？ムーム。あ、誰もいない。ジルロ。ジルロ、どこにいるのですか？私を一人にしないで。あ、ジルロ。ただいま。キアラ、どうかしたのかい？二人ともどこに行ってたのですか？朝の散歩さ。キアラはお寝坊さんだから、ぐっすりだったね。じゃ、この村はキアラしかいないのか、本当に。そうでしたか。あ、そういえばもうお肉がなくなってしまいましたね。お肉屋さんに行きましょうか。アウロラちゃんのところだね。行ってらっしゃい。お肉楽しみにしてるよ。いいんだな、それで。今日は家の掃除でもしようかな。二人はアウロラちゃんのところに行くんだろう。行ってらっしゃい。行ってきまーす。アウロラちゃんはいら、双子揃ってんな。かわいい服だね。今日はかくれんぼお休み。お花のお手入れするの。いいじゃん。俺たちは昔個人で生活してたんだ。いろいろあったし、失ったものも多いけど。それでも今は幸せだよ。だって妹がいるからな。そっか。よ。今日は赤ちゃんの機嫌がいいみたい。ニコニコ笑顔の天使よ。よかったな。誕生日パーティーはどうなってる？開催されてるか？ぎ。今日もぐっすりですね。誕生日の日も寝てないといいけど。なんかあるんだな。こいつだけが生きてる状態なのか。おはよう。今日もいい天気だね。ノエミちゃんも今日も元気だね。笑顔が眩しいですね。笑顔は大事だよ。ほら、笑顔笑顔。ニッコニコ。かわいいね。かわいい子だよ。さて。お肉ある？もらえる？大変だ。娘が倒れてしまった。これじゃ今日の私のご飯は誰が用意するんだよ。お母さん。お母さん本位すぎるだろ。アウロラちゃん、やっほー。元気がありませんね。どうしました？少し体調悪い。
大変、風邪かな。今日の狩りは私たちがやりますよ。ゆっくり休んでいてください。ありがとう。狩りなら人手が多い方がいいですね。じゃあ今日もリベルタ君に手伝ってもらえないか聞いてみましょうか。やった。もうシーラったらよほどリベルタ君のことが気に入ったのですね。村の外にいるかな、行ってみよう。大丈夫なのお前ら。少し休むね。時々ね、変なものが見えるの。あ、じゃあアウロラは生きてそうだな。お母さんとかは生きてなさそうだ。何人かは生きてんのか。やっぱアウロラとかアンジェリカとかお兄ちゃんの方だけとかが生きてたりすんのかな。全部が片方だけしか生きてないっていう状態なんだ。ムーム、いるのは分かってるんだぞ。出てこい。リベルタ感じ悪い。リベルタ君、ここにいたのですね。キアラさん、こんにちは。実はね、今日も手伝ってほしいことがありまして。なるほど、動物を飼ってくればいいんですね。俺っちに任せてください。石なのに何でもできるな。リベルタ、リベルタ君かっこいい。頼みましたよ。いいのそれで。いや、これ動物じゃなくない？虫を手に入れた。虫、動物いないな。動物はいないのか。鍵がかかってます。一応セーブ。虫を拾っちまったけど。で、どれくらい持ってくればいいですか？そうですね、5個お願いします。5個なんだ。動物5個って数えるんだ。わ、虫がいっぱい。虫しかいないぞ。いいのか。虫のこと動物。こいつすばしっこい。お疲れ様。虫のこと動物って言ってんのか。この虫、動物の代わりになるのかな。キアラさんに怒られないっすかね。でも他に生き物いないし。だよな。え、虫を取って、動物取ってきてって。虫を手に入れた。死んでる。虫を取ってきていいの？動物取ってきてって言われて虫取ってきていいの？これ食べられるの？さあ、この墓誰も手入れしてないんすか。あー、これじゃシーラかロッゾとかなのかな。いやー、どういう話だ。虫食べられるかわからない。虫しか持ってこれなかったけど。キアラさん、すいません、動物がいなくてこの虫しか。あらあら、素敵なごちそう。え、今日はお腹いっぱい食べられるね。手伝ってくれてありがとうございます。リベルタ君たちも一つどうぞ。あ、いえ、ほん大丈夫なんで。ほんと、そう、お肉を食べたくなったらいつでも家に招待しますよ。 ありがとうございます。そっか、幻覚で虫が肉に見えてんのかな。それじゃあウロラちゃんにお肉届けよう。シーラ、待ちなさい。シーラってなんつうものを食べて。いや、人のこと言えないか。あの虫、あの人にはどういう風に見えていたんだろうね。確かに。ウサギの肉とかに見えてたのかな。怖いな。見て、赤ちゃんのこの笑顔。まるで天使ね。寝顔だった。この花畑綺麗でしょ。お兄ちゃんと一緒にお世話してるの。素敵だね。時々昔のことを思い出す。同じ孤児院にいたあいつは元気にやってるだろうか。あいつ？真相を知るのが怖えな。静かに眠ってますね。もう死んじまったのか。この村は平和だね。みんなこの村に住めばいいのに。いやー、お前ら多分幻見てるだけだぞ。娘は食べ物を私に優先してくれるんだ。お肉も薬草もありがたいことだよ。あ、だから薬草の効果が切れてきてんのか。アウロラちゃん、ただいま。お肉持ってきましたよ。どうしました？そのお肉が一瞬変な。うん、なんでもない。美味しそうなお肉だね。ありがとう。キアラさんも持って行って。ほら、母さん、先に食べて。私は余ったのでいいから。そっか。お肉ありがとう。母さんも喜んで。じゃあ、キアラ、アウロラからもらったお肉ももともと虫とかだったのか。真相が怖えよ。ただいま、パパ。お帰り。今日はどうだった？アウロラちゃんが風邪ひいちゃってね。代わりに狩りをしてきてね。リベルタ君たちがこんなにたくさんのお肉を取ってきてくれたんですよ。おお、大量じゃないか。さて、早速食べよう。いただきます。ああ、今日も素敵な一日でしたね。全部おままごとみたいな世界なのか、ここは。結局今日も病の元凶である薬草を見つけることができなかったっすね。こうしてる間にも隣村の人たちは病に苦しんでる。早く何とかしないと。リベルタ変わったね。ん？
昔はもっと損得感情で動く人だった。自分のことが一番大事だったよね。あ、そうなんだ。それは今も変わらないっすよ。こんな辛い世の中、まずは自分のことを第一に守らないと。でも俺っちなんかでも救える人がいるのなら、そう思えるようになったのはビータ師匠のモルテのおじさんのおかげっすね。よし、明日こそ薬草を見つけるっすよ。頑張ろうな、モルテ。うん。心配だよ。あ、まだ生きてる。あの人たちはまだ薬草を探してるみたいだな。何が目的なんだ？お前は、ヒアラ何を作ってるんだ？それは人形。なるほど。よくできている。本当によくできているな。わあ。おはよう。今日もいい天気だよ。キアラ、ジルロ、どうしたんだい、泣きそうな顔をして。いえ、何でもありません。そういえばシーラはどこ？外に遊びに行ったよ。あら、そう。誰のところに行ったのかしら。村を回ってみましょう。キアラさんは思い出しつつあんのか、この村の状況。いやー、怖えな。アウロラ、大丈夫か？お肉もうない。また狩りに行かないと。まあ虫だもんな。薬草には飽きたね。早く肉を持ってきてくれないかね。いや、お母さん、お前娘に苦労させるどうのこうの言ってたの何だったんだよ。妹と一緒に暮らせて俺は幸せだよ。でも時々、いや何でもない。この村は本当にいい村だ。いつか一緒に孤児院で過ごした友達もここに招きたいな。あ、じゃあイーボも生きてんだな。イーボも今ここで生きてる人なんだ。娘はどうかわかんない。娘じゃ、妹はどうかわかんないけど、お兄ちゃんには大切な友達がいるんだって。今は別の村にいるらしいけど、いつか会えるといいね。よ、そろそろ薬草がなくなりそう。またお腹いっぱい食べたいわ。ねえ、赤ちゃん。赤ちゃんは見えてるか？怖いな。話を進めるのが怖えよ。わあ、もう、今日も静かに眠ってますね。死んじゃったんだ。弟の誕生パーティーの準備もあと少し楽しみにしててね。弟もう死んじゃってるぞ、多分。鍵がかかってる。え、どうすんだ。え、あ、そっか。だから街もこうやって見えてんだ。キアラたちはリベルタ視点だと雪みたいな感じだけど、キアラ視点だと雪じゃねえんだ。あ、リベルタ、キアラさん、こんにちは。で、お墓もねえんだ。あら、リベルタ君、こんにちは。シーラを見ませんでしたか？見てないっす。そうですか。リベルタ君は今日も薬草探し？そうっす。でも見つからなくて。お疲れのようですね。そうだ、いいものがあります。よかったらこれ飲みますか？いや、いいっす。大丈夫っす。そんな遠慮しないでね。いや、本当に。飲んで。うべ、あ、無理やり飲まされた。最悪じゃん。美味しいでしょ？この村の名物の薬草よ。これを食べるととっても幸せになれるんです。リベルタ君はシーラの大切なお友達。だからあなたにも幸せのお裾分けをしてあげますね。うわ、そういうことか。これもしかしたらキアラはもう気づいちゃったから、リベルタも巻き込もうとしてんのかな。やべ、これがあの薬草だったら一口飲んじまう。うわぁ。キアラ、何してんだよお前。どうした？リベルタ。誰だ？よう、リベルタ、お前がこの村に来てどれくらい経った？もう慣れたか？困ったことがあれば何でも言えよ。あ、これがお父さんなのか、おじさんか。リベルタ、今日もお仕事？毎日大変だね。そうだね、立派な医者になるのが夢だもんね。ママとかかな。すごいお医者さんになったら私の足も治してね。モルテを知らない？今日は一緒に遊ぶ約束してたのに。リベルタも遊ぼうよね。大丈夫、心配しないで。この村は私が守ります。必ず守ります。見たことあるな、なんか。今日も明日も明後日もこの村だけは平和なのです。平和な村の話の時のやつかな。お前は誰だ？あ、リベルタ師匠。何が起こったんだ？あ、ムーム、ここは俺っち。キアラさんに何か飲まされて、それでモルテに感謝するんだね。彼があなたをここに連れてきたのだから。モルテ、ムーム、あなたがキアラに飲まされたのが
薬草、いやあなたたちが探してる毒草だ。少し飲んでしまったようだけれど、すぐに吐き出せたからもう大丈夫。そっか、ありがとう。それでどうする？どうするって？もっと薬草は必要かい？夢は見たりて？夢、そっか、あれは夢。暖かくて幸せな。僕たちには必要ない。そうっす。俺っちには必要ない。リベルタちょっと揺らいでんのか。そうか。ならおいで。あなたたちが探してる薬草はここにある。どうした、ムーム？急に。協力的だな。え、だからリベルタが夢の中に溺れるか、現実を見るかでエンド2種かな。黒いローブが1着だけ収納されてる。へえ、黒いローブいいな。薬草の強い匂いが漂っています。ムーム、あ、お前が育ててんの？ここにあるのは薬草？こんなところに。以前は村中に生えていた。けれど今となってはここに生えているものが最後だ。全部持っていくといい。全部いいんすか？ああ、お前らが全部持っていくことによって村の奴らが目覚ましちゃうのか。早く。はい。ムームももうこんなことはやめたかったのか。やめたかったけどやめられなかったのか。キアラとかが大事だったから、薬草を飲んだ後、夢を見たす。友達がいて尊敬する師匠もいて、死んでしまった大切な人たちがみんないた。温かくて泣きたいほど優しい夢だったんだ。いやまあそんなのに頼ってちゃ前は向けないもんな。あの薬草の恐ろしい点は、強い幻覚症状、そして幻覚がもたらす多幸感だから、村人たちはずっと食べ続けていたんだ、あの毒草。俺っちは身をもってあれの恐ろしさを知ったす。リベルタはここにいる。ここにいるよ。そうっすね。薬草を手に入れた。一旦ここでさらにセーブ。これで全部っすね。いいのか、ムーム、俺らが持ってって。村の奴らはどうすんだ？本当に全部もらっちゃっていいんですか？逆にそれで足りるのかい？今取った薬草、いや、毒草から、あなたは治療薬を作らなければならない。村人たちの薬草は？もうない。今村人たちが所有しているのが尽きたらそれでおしまい。そんな。今では名物となり、村人全員が毎日食べてるこの薬草、はじめは僕が見つけたんだ。ある日、村をひどい飢饉と疫病が襲った。家族に友人、大人から子供まで、多くの人が苦しみながら死んでいった。そんな時だった僕があの薬草を見つけたの。いや、美しい。摂取すると多幸感に満たされ、村人たちは笑顔を取り戻した。けれどそれだけだった。あの薬草は決して飢えも病も癒しはしない。村人たちはあれがもたらす幸せな幻覚と依存性に溺れていった。そしてあの薬草を毎日食べ続け、夢の世界から二度と戻ってくることはなかった。お前の大切な人たちか。遅かれ早かれこの村は飢饉と疫病で滅ぶ運命だった。今は皆、薬草を使って現実逃避をしてるだけ。どうせ死ぬのであれば、笑顔で生きたいじゃないか。まあそりゃそうか。苦しみを紛らわせるために、薬を使うのは悪いこと。悲しみから逃れるために、夢を見続けるのは悪いこと。いや、そうは思わないよ。どこへ行っても戦争や飢饉、疫病で、苦しむだけなのに、それならばここで幸せな夢を見ながら、安らかに一生を終えるのも悪くないだろう。残っている薬草も残り少ない。薬草がなくなったとき、村人たちは。それでも俺っちはみんなを救いたい。そのために医者になったんだ。ムーム、あんたが一番この薬草に詳しい。一緒に治療薬を作ってくれ。きっとまだ助けられる人がいる。いや、ただムームが時間がねえみたいな話だったもんね。だからムームももう。それはどうかな。いや、林村の人たちはまだ間に合うか。いいだろう。僕も力を貸そう。それが少しでも償いになるのなら。二人で作ってる。作れるもんなのか。あ、いろいろ話し合ってるわ。そういえば聞きたいことがあるんですけど、キアラさんってその、あの家は。で、できた。俺も聞きたかったキアラさんの話。薬草使い切っちゃったね。もう必要ないさ。治療薬はできたんだから。すごいな。
数日で治療薬を作り出すとはあなたはまさしく天才だ。いや、それほどでも。僕にもその才能があれば。なんか言ったっすか？何も。そっか、本当は村の奴らを救いたかったんだ。罪悪感なのか。薬草を見つけて。まあ、飢饉だからしょうがなかった。食べるものなかったからしょうがなかったし、みんなが不幸だったから、もしも効能とかを知ってたとしても使ってたかもしんないけど、やっぱ救いたかったんだな。それでその治療薬はどうする？どうするって、まずはこの村の人たちを。村人たちはそれを望むかな。よく考えるといい。あなたの選択に任せよ。リベルト。村人たちの薬草の貯蓄は残り少ない。夢は近いうちに覚める。ならばこの治療薬を村人たちに渡して正気に戻して。現実に戻ってどうなる？村人たちは辛い現実に耐えられるか？もし正気に戻ってしまったら。俺っちはどうしたらいい？いやー、こんなん、俺が決めるのやだよ。神みたいなことやろうとしてんじゃん。その治療薬をどうする？ああ、これでエンド二つか。もう少し考える。焦らなくていい。ゆっくりと考えるといい。選択しないと。もう選択するしかないんだな。決断しよう。なるようにしかならない。じゃあもうエンドが取れんだな。村人を治す。辛くても現実を見よう。いや、どうだろうな。実際この状況だと俺は村人を治さないかもしんないけど、まあ村人を治そう。そうか。なら早く行け。もう一人にしてくれ。お前もやばいのか？いいのか？お前も来ねえか、一緒に。どうすんだ。そっか、辛い。みんなが、今は幸せだからいいけど、もう限界だ。村人たちはこれ以上、飢饉や疫病に苦しみ耐えきれない。どうすれば？この薬草は初めて見るけど。毒はなさそうだな。味も問題ない。しかもこんなにたくさん生えているなんて。ああ、これでやっとみんなを助けられる。神を感謝します。みんなこれを食べるといい。僕が見つけた新しい薬草だ。さあ、たくさんを食べよ。大丈夫、まだたくさんあるから。僕は余ったらもらうから先にどうぞ。それがきっかけか。その後すぐだったな。みんなの様子がおかしくなったのは。亡くなった家族の幻影と笑顔で話す人。美味しい肉だと喜びながら動物の糞尿を貪る人。みんなが幸せな夢を見ていた。そしてその幻覚は村全体を蝕んだ。夢から覚めたくない村人たちは毎日のように薬草を食べた。無事なのは僕だけだった。僕が食べたのは最初の一口だけだったから。みんなに優先して薬草を配って自分の分は残らなかったから。どうしてこうなったのかな。僕はただみんなを助けたかっただけなのに。そうだよな。ごめんなさい。いや、しょうがねえよ。だって、それがなかったらもっと前に死んでたんだもんな、みんな。今日はノエミちゃんの弟くんの誕生日パーティーですね。プレゼントは用意したかい？もちろん、楽しみだな。あ、リベルタくん、やっほ。この子がシーラが気になってる男の子。あなた焼かないの？キアラさん、これを飲んでください。あら、これは何？キアラさんが健康になるお薬です。あらあら、そんな素敵なものを。よかったら、シーラとジンロにもあげていいかしら。僕はいいよ。君が先に飲むといい。シーラとジンロなんていねえんだ。私も後でいいよ。あら、そう。じゃあお言葉に甘えて。ありがとう、リベルタ君。なんだか体が軽くなってきました。さあ、ジンロもどうぞ。ジンロ、さんというのは旦那さんですか？そうですよ。身内の私が言うのもあれですけど、なかなかの男前でしょ。いや、照れるな。娘の前でイチャイチャしないでよ。いや、これ発狂しちゃいそうだな。ムームから聞いたす。ジンロさんが亡くなってからだそうですね。キアラさんが薬草をたくさん食べるようになったの。何を言ってるの？村人たちが食べてる薬草、あれはこの周辺に生えている特殊な薬草で、それは多幸感や幻覚をもたらす。しかし依存性も高く、一度使うとやめることはほぼ不可能。恐るべきはその幻覚症状。悲願から生まれた幻は伝染し、重度の集団幻覚をもたらした。何のこと？何を言ってるの？ねえ。けれどそれももう終わりす。キアラさん、夢から覚める時間です。
これが現実なんだ。いねんだ。ジルロ。部屋もこんな綺麗じゃねえんだな。どこに行ったのですか、ジルロ。ママ。シーラ、ジルロが消えてしまいました。早く探しに。娘さんもいませんよ。いや、そうなんだろうな。うわ。人形？俺っちと出会った時からキアラさんはあなたは一人でした。ずっとその女の子を模した人形を抱きしめていました。時々独り言をつぶやいたり、見えない誰かと話してる様子だったり。キアラさん、この村から出ましょう。ここから出て病気を完全に治しましょう。生きてさえいれば、生きてさえいればきっと。行こう、リベルタ。でも、自分で選択するべきだ。僕たちが決めることじゃない。そうだな。そうだよな。みんながリベルタのように前を向いてはいられないよな。こんなことなら、薬なんて飲みたくなかったって思うこともあるもんな。きつ、うわぁ。死んでんだ。え、何？お前の方が生きてんの？美味しい美味しい、お腹いっぱい食べられるなんてなんて幸せなんだろう。いやぁ、待て待て。体が乱雑に引きちぎられた遺体が横たわっています。ひどい。いやまあもう全員に薬をあげよう。お前が何をしてるのか、しっかり見てみろ。なんだいそれは。およこし。アウロラ。昨日までは生きてたんじゃねえのか、アウロラ。おいしいおいしい。ん？このお肉は。まあいいか、食べられるなら。おいしい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 。狂ってるよ。おい、まあ、狂ってんな。どうでもいいのか。うわあ、やっぱ赤ちゃんなんていねえんだ。ディーナのやつどこに行ったの？また隠れんぼか。俺おかしいんだ。最近妹が見えないことが。いや、出かけているだけだ。きっとそうだ。治療薬あげよう。治療薬？何の？まあありがとう。いや、全員に飲ませよう。え、ここは？俺は妹を探す旅をしていて、この村に来てそれで。実はこの村の薬草は。妹はどうしたんだ、じゃあ。幻覚。そうか。ディーナはこの村にもいないのか。俺は諦めない。妹に会うまでは。だからもう一度旅に出るよ。俺を夢から覚ましてくれてありがとう。よかったよ。俺は大丈夫だから、さよなら。お前は大丈夫だけど。ミイラ化した赤ん坊の遺体があります。俺は、お前は大丈夫だろうけど、アンジェリカはきついわな。何これ、美味しそう。もちろんいただくわ。いや、アンジェリカはきついよな。おいしい。これ赤ちゃんにあげても大丈夫かしら。ほら、おいしいですよ。早速飲んで。あれ、私の赤ちゃん。え、何これ。汚い、臭い。それより私の赤ちゃん、お願い、一緒に探して。いやー、これ、こんなゴミ知らないわよ。それより赤ちゃん一緒に探して。いやー、本当に。やっぱ、弟死んでんだな。汚物と虫にまみれた物体が並べられてる。ひどいな。苦しそうな表情で息絶えた少年が横たわっています。今日は待ちに待った弟の誕生日パーティー。早速お客さんが来てくれて嬉しいな。いや、あげよう。何これ、ジュース。ありがとう。行きたい行きたいって思ってるやつだけついてこい。じゃあ。ああ、美味しかった。見て、ごちそうを用意した。遠慮せず食べていいからね。ほら、主役がいつまでも寝てないで早く起きて。ごめんね、弟はまだ眠ってるみたい。また後で来て。あの、またね。ああ、もう気づいてんだ。弟は寝ぼすけだから。まだ眠ってるだけだから。まだ、まだ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 。気づいてんだ。やっぱみんなもう、現実を見たくねってだけなのか。じゃあ行くな、俺。村から出ますか。俺っち、間違えてないよな。正しいことしたよな。これに関して正しいとか間違いとかはない。いや、わかってる。俺っちはみんなを。リベルタは治療薬を作った。隣村の人たちは救われる。それも事実。誰もが幸せになれるなんて本当に信じてる。行こう。リベルタはよく頑張ったよ。ここが引き時だ。ああ。殺されるのか、俺は。追ってきたりはしねえんだ、さすがに。そうだよな、現実を受け止めるのが先か。誰もついてこなかったか。わあ、
どうしてこの村でも病が、あの村のせいだ、ついにあれがここにも。あの薬草は林村でしか取れないもの。あれが良薬だと林村の人たちは信じてる。あれを使って旅人を逃げられないようにしている。あの薬草は最高の幸福をもたらす。みんなが見たいものを見せてくれる。集団幻覚とは恐ろしい。一度使ったら二度とやめられない。そんな猛毒がたくさん取れる村。だから楽園なのか。だからあの村は楽園なんだ。楽園の正体は。わあ、きっついお話。いや、実際もしもこういう状況になってみんなに薬をあげれる状態になったとしても、あげない方がいいパターンもあるんだな。ああ、いねんだシーラなんて。あ、じゃあこれシーラのお墓だったりしたの。シーラはあの子はどこ。ああ、キアラ。あら、そこにいたのですね、キアラ。はいはい、そんなにせかさないで今行きますよ。いや、行くな、キアラ。わあ、それかもう見えていない二人ともお手柄ですね。ローザリンで見えていなかったとしてもってことなのかな。何がすか。あなたたちが病を癒した村、あの村は林村からもたらされた毒薬に苦しめられていましたから、村の人たちも大喜びでしたよ。ほら、あそこ、あの村ではありませんか。あなたたちが言っていた病の元凶となった村、薬師のお友達がいるのでしょ。寄っていきますか。いや、いいっす。あの村にはもう誰もいないから。エンドに喪失の楽園。何が良かったんだよ。何が良かったんだ。じゃあ、何もせず村を去るか。ムームももう死んじゃってたってことなのかな。そうか。ムームはどうする。僕はここでいい。だからさよならだ。ムーム、来いよ。何をしている。こうしている間にも林村の人々は薬草、毒草に侵され続けている。早く行け。ムーム、来いよ。一緒に、一緒に来いよ。お前はまだ助かるんだろ。責任があるのか、やっぱり。これでよかったのか。どうしようもないこともある。モルテ、やっぱり俺。ああ。幸せな、不気味な笑い声か。今のは。村から聞こえた村人たちの笑い声。幸せそうだな。いいか、俺っちにできることはもうない。ムームは良かったのか、そこにいて。ずっと耐えてたんじゃないのか、一人で。エンド1、いつかの楽園。は、エンド2がトゥルーエンドっぽいか、じゃあ。そっか。じゃあ、このタイトル画面はキアラさんなのかな。というわけで、サンタキアラの楽園、ここまでにしよっかな。キアラさんもうすうすは気づいてたんだろうな、本当に。うすうすは気づいてたかもしんないけど、シーラちゃんも、旦那さんもいないことにはやっぱ耐えられないから、ずっと目をつむってて、無理やりに目覚まさせられちゃったから彼らのとこに行ったってことなのか。いや、重たい話だったな今回も。サンダーケアラの楽園という作品でした。気になった方はぜひやってみてください。